はい、皆さんこんにちは、飯田直樹でございます。ですね、今回は、はい、クリスマスガチャですね。今世紀最大の闇に突っ込みたいなと思います。はい、ですね、でも実際に、まあ、闇かって言われたら闇じゃなくて、闇じゃないと知りたいんですけど、これですね、ボルクス&カストルですね。上のね、名前見てもらったら分かるように、ボルックス大好きマンと書かれていますが、このね、セイヤの兄弟ボルックス&カストル、なんか一回ガチャ引いて出てきて、もうこれしかないと、これ狙うしかないと、3体ぐらい欲しいんですけど、まあ出てくるんじゃないかなと思ってます。はい、じゃあやっていきますか。17体、まあ、出てきて欲しいんだけどな、闇でな。あと、欲しいのは闇の、あいつ、リリス。威嚇枠が欲しい。ぐらいですかね。グレモリーとか、そういうのはいらない。いらないよ。まあ。フレイヤね。まあ、フレイヤはいいんじゃない？悪魔キラー持ってるし。アースエンハンス。いなかったんでね。全然 OK だと思います。お、いいじゃん。まあ。ジーニャね。ジーニャはいいよ。あれで使えるから。マシンヘラです。継承で使えるから。まあ、いいでしょう。うん、闇が欲しいな。パオリナ、まあ、パオリナちゃんもね、まあ、地味に強いからいいんじゃなかろうでしょうか。じゃあ何回、17回だから1、2、3、4、5、4回引いたのかな。85でしょ。80、75、76、70、60だ。これ5回目か。ボルックスが欲しいんだけど、ジーニャじゃないんだよ。せめて1体確保したい。せめて1体確保したいよ。そこじゃないんだな、これが。待って、待ってよ。え？これ、あれか？おかしいんじゃない？おかしいんじゃないか？アースエンハンスとジーニャしか出てきてない気がする。いやー、闇のリリースが欲しい。まあ、光は OK。光の威嚇枠も欲しかったから。OK。全然 OK。闇が欲しい。適当なのはね、一回取ってるからいいんだよね。え、待って、ボルックス狙いなのにさ、こんなことある？嘘でしょ。え、ボルックスがずっと続くもんかと思ってたんだけど。OK。ボルックスでいいよ。オッケー。まず一体ね。まず一体。オッケー。闇が欲しいんだけどな、これは。嘘。リリスそんな出ない。リリス。嘘でしょ。リリスくれ。きちいわ。
ボルクス、ボルクス。厳しい。まあ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 いいでしょう、いいでしょう。まあいいよ、ハンターアタックやったらいいよ、いいよ、いいのかな、いい、いいんでしょう。ギリ少ねえよ、ギリ少ねえ。あ、はい、大丈夫です。アルラムだったらね、全然 OK ですね。じゃあラスト、リリス、リリス。オッケー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 。いやね、闇の威嚇枠が欲しかったんだよ。で、リリス好きだし、まあ、リリスならいいでしょうっていう感じです。じゃあ結果見ていく。あ、危ねえな。はい、金がジーニャー2体に、フレイヤー2体に、ボルックス1体に、サンタサクヤ1体。5体か。17の5。だから、結構出ますね、今回。キャッシュ5が追加されてるだけあって。なんですが、そこじゃないんだなぁ。そこじゃないんだなぁ。というわけで、今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。